こんにちは、宇野真彩です。たくさん練習しているのに、スクールにも通っているのに、それでもなかなかうまくいかないのがテニスの技術ですよね。これまでテニスクラシックでは、技術向上のためのアドバイスを数多く掲載してきました。そこでテニスの悩みを簡単に解消するコツを、これから実際に、テニスのネタ帳を使って検証していきたいと思います。今回紹介するのは、フォアハンドのパワーが足りないという悩みを解消するコツです。ボールが弱くなると、相手から強打されることもあると思うので、できるだけ力強いショットを打ちたいですよね。この悩みに対してのコツが、左手を伸ばしてから引きつけるというコツです。まずテイクバックの時に左腕をしっかり横に伸ばします。そしてスイングとともに体に引きつけます。この時母子球を意識して前に蹴ると、よりスイングスピードも上がるそうです。いかがでしたでしょうか。私は普段から左手を意識してるんですが、左手をしっかり伸ばして引くことによって、ボクシングと同じような原理でしっかり体からパワーを出せると思いました。なので、左手をしっかり出してしっかり前に入りながら母子球を使って打つと、パワー不足が解消できると思います。一般の方はどうしても、目いっぱい力を入れてパワー不足を解消する方が多いんですが、そうではなくて、しっかり左手や、他の体を使って、パワー不足を解消することがとても大切なことなんだと思います。皆さんもぜひ試してみてください。よかったらぜひチャンネル登録お願いします。